ますから、そうですね、それも面白さだと思うんですよね。この当時は選手交代は2人までしか許されませんでした。クロス、これはいいボールだ。あ、ヘディング、先制ブルガリア。決めたのは8番のボネフです。ボネフが点を取ると思わなかったですけども、でも綺麗でしたね。はい、ボイノフ縦にかわして、ミハイロフの後ろから入っていったんですかね、いいボールでした、そして決めたのがボネフ。ちょっと頭痛めたんですかね。おそらくね、こういう当時